古谷拓也、古谷拓也、古谷拓也、1八十一年七月十四日体は、北海道北見市出身の元プロ野球選手、投手左投げ左打駒沢大学附属岩見沢高校時代は、夏の第八十回全国高等学校野球選手権、大会、当時は、南北海道代表と翌春の第七十一回選抜高等学校野球大会に、 エースとして出場。3年次の夏は、南北海道大会決勝で、北海港と対戦するも自身の冒頭により例から、1で、さよなら負けを喫した。高校在学中は、学業も優秀で、枠が一つしかない指定校推薦で、駒沢大学に進学。当時はカウンセラーになることを目指し、心理学を専攻した。入学後、野球部には入部しなかった。 上記の冒頭のショックで入部しなかったと周囲には言われていたが、高校時代で野球への情熱が燃え尽きてしまったからであった。遊びで、軟式野球サークルに所属してはいたが、週に1回の練習にも行くか行かないかの日々を送っていた。学業にも熱が入らず、不節制な生活を送っていた中、たまたま見たシドニー五輪での松坂大輔の姿に感化され、一年時の秋に、 一年発起し、公式野球部に途中入部する。野球部からは、左投げじゃなかったら、取らなかったと言われたという。しかし、当と一部リーグでは、通算20試合当番し1勝7敗に終わった。大学卒業後は、一般企業に就職することを考えていたが、社会人野球の日本通運との練習試合に、当番し高騰したことをきっかけにスカウトされ入団。 ここでもエースになれなかったが、2年目となるの、第76回都市対抗野球大会で、同大会の優勝チームである三菱、不走川崎戦で、先発投手降板後に登板し、5回無失点の高等を見せ、この投球が当時千葉ロッテマリーンズで監督を、務めていたボビー・バレンタインの目に留まり、同年のプロ野球ドラフトの大学、社会人、ドラフト5巡目で、 千葉ロテマリーンズから指名を受け入団した。は、入団当初から即戦力左腕として期待され、8月30日のソフトバンク戦で初先発初登板を果たしたが、2回3失点で、結果は敗戦投手。1軍での登板は、その1試合のみだった。しかし2軍では、防御率2.51、10勝5敗の成績で、ルーキーながら、イースタンリーグ最多勝ち。 最優秀防御率、最多奪三振の三冠を獲得した。ワニ軍で防御率5点台、3勝6敗特徴で1軍登板なし。ワニ軍で26試合に登板し1勝1敗、防御率3.99の成績を残すも2年連続で1軍登板なしに終わった。ワニ軍の1軍登板を果たしたが、防御率11.81に終わった。 シーズンは、結果が出なければ打撃投手へ転向する、要球団フロントから通達される。シーズン当初は兄軍スタートとなるが、4月後半に1、軍に昇格すると、5月3日の北海道、日本ハムファイターズ戦に2番手として、当番し初勝利を挙げ、同年は58試合に当番し3勝0敗、防御率2.91の高成績で、レギュラーシーズンを終える。 同年の日本シリーズにも4試合に登板し、1ホールドをマークした。は、開幕1軍入りするものの、序盤は不調に苦しみ5月に2軍落ち。だが、9月下旬に1軍に復帰すると、一時は10点台にまで低迷していた、防御率も5点台にまで持ち直した。は、前年よりも、登板数が減少し、10試合で防御率5.79に終わった。 同年オフの周期キャンプで、新人の斎藤明夫投手コーチから先発の適性を見出され、打診を受け転向する。シーズンは先発として迎えたが、オープン戦では不安定な投球で開幕一軍はならなかった。しかし、5月30日のイースタンリーグの対横浜 DNA ベイスターズ戦、平塚球場で、ーーノーラ乱を達成した。 この投球が評価され、一軍に昇格すると6月26日の対、オリックス・バファローズ戦で、あと一人で、ノーヒットノーランを達成するところまでこぎつけたものの、坂口ともたかに三塁打を打たれ達成はならなかった。しかし続く代打の辻としやを夕頃に打ち取り、7年、2492日、ぶり二度目の先発を初完封先発初勝利で飾った。 その後もシーズン終了までローテーションの一角として活躍し、自己最多となる9勝、防御率2.73をマークし、同じくこの年それまで同じ左腕で伸び悩んでいた、ハットリアス・支度と共にチーム3位貢献した。クライマックスシリーズのファーストステージでは、西武と対戦。第一戦に先発し、相手の先発は、岸高幸だった。 打線の大量援護だったが5回途中で降板する。ファイナルステージの楽天戦には第3戦に先発するも敗戦投手となった。は、開幕から先発としてローテ入りし、4月で3勝を挙げるースタートを切った。しかし交流戦に入ると調子を落とし、中継ぎに回る場面も見られた。リーグ戦再開後は先発に戻り、 7月22日の福岡ソフトバンクホークス戦でチームトップの7勝目を記録。だが、その後3連敗を喫し、8月26日のオリックス戦で3回途中4失点で降板すると、左肩痛のため登録抹消となり、シーズンを終えた。同シーズンは7勝5敗、防御率4.35であったが、交流戦を除くと防御率は3.76と、まずまずの数字であった。 は11試合に登板し3勝4敗、防御率は4.42という成績を残した。2は1軍公式戦後試合の登板で、防御率8.84と不振を極めた。先発に起用された4試合で全て黒星を喫したほか、8月25日の対、日本ハム戦、QVC マリン3回表に、非対抗の打球が、左手親の付け根を直撃。後に、 左手星中手骨の骨折で全治に3ヶ月を要することが判明したため、そのままシーズンを終えた。なお、2軍調整中には、イースタンリーグ公式戦12試合に登板。5勝2敗、防御率4.34という成績を残した。2は、チームの日本人投手で、現役最年長、36歳に到達。前年の左手骨折から、リハビリを経て、 イースタンリーグの公式戦で実戦復帰を果たした。しかし、一軍公式戦への復帰登板までには至らず、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。その際に球団職員への転身を進められたことから、11月初旬に現役引退を決意、12月21日に球団を通じて引退を正式に発表。ロッテの球団職員として、 2018年1月1日付で営業部に配属。ロッテの選手が戦力外通告を経て用具係、打撃投手など現場スタッフやスカウト以外の球団職員に採用された事例は初めてで、自身と同じく2017年に戦力外通告を受けた後輩投手の黒沢翔太も古谷と同じ経緯で球団スタジアム部に配属されている。 平均時速 140km 弱のストレートと、スライダー、カーブ、チェンジアップを武器に、コーナーを巧みにつくピッチングが持ち味。クイックモーションでの動作が速く、左打者に対して徹底的に外角を攻めることも特徴。ロッテへの入団後は、中継ぎ要員として起用された2012年まで、パワーピッチングに終始、ストレートで、 最速時速1 4 5トルを記録する一方でこの投球スタイルに限界を感じていたそのため首脳陣から先発への転向を進められたことを機に投球スタイルを一新リリースの瞬間までボールを体の後ろに隠す足を下ろす前にダメを作る投球の動作をゆっくりさせるという脱力投法に変えた結果2013年以降は 技巧派の左腕投手として一軍先発陣の一角を担った。福岡ソフトバンクホークスに所属する古谷友人は、鳩子こ多い父親のいとこの孫で自身の現役時代と同じく左腕投手である。くしくも、友人がソフトバンクへ入団した2017年限りで、拓也は現役を引退。引退発表の際には、球団の公式サイトを通じて11月初旬に 引退をすることを決めました。球団から来期構想外であることを通告されて、まだやれるのではという気持ちもあったのですが、球団から職員としてのチャンスをいただき、新しいことにチャレンジができるいい機会考えました。今は気持ちを切り替えて、新しい仕事でまた別の角度から野球に携われることにワクワクしています。営業は経験がないので、実際にやってみないとわかりませんが、 精神誠、お客様としっかりと向き合っていけたらと考えています。現役での一番の思い出は2010年に日本シリーズに登板をして日本一を経験できたことです。個人的には2013年のオリックス戦でノーヒットノーランを逃したこともありますが、あくまで個人的なことです。営業マンとしてノーヒットノーラン級の仕事ができるように頑張りますとのメッセージを寄せた。 ロッテの現役投手時代には、科学雑誌のニュートンを愛読していることを公言するなど、9回切手の宇宙マニアとしても知られた。2015年11月22日に、QVC マリンフィールドで開かれた、ロッテのファン感謝、イベント、スーパーマリンフェスタ2015では、千葉市科学館からの依頼を受けて、後輩投手の田中英介、京都大学工学部出身と共に、カモメ科学館、 ブルペンを舞台に宇宙や地球の魅力を中学生以下の児童と一緒に学ぶ企画へ参加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。